皆さんこんにちは。こんにちは。ゲームマーケットのお送りするゴージャス動画 MC のよきゅんです。よきゅん。そしてクラゲだよ。アシスタントのクラゲです。よろしくお願いします。さあクラゲ、今日は何をしますか？はい、今回もねここね、うん、東京ゲームショーの会場からお送りするんですが、はい、うん、すごい賑やかだね今日も。よきゅんには、うん、今回もパズドラをやってもらいます。前回ねちょっと調子に乗った挙句一発で死んだっていう。連勝を繰り返してたのにそう最後にやっぱりねダメだね。やっぱりあのねちょっとね気持ちがね浮ついてたところがあるよね。なんかうちのユニット超強えみたいな、なんかそんなのもあったかもしんないな。そうそうそう。で私ほら前回ね、うん、あのクラゲに言われた通り、うん、ヨキュはその考えないねって言ってパズル動かすときにね、うん、だから全く考えてないの。動かしながらどれ揃えようって思ってやってるから、うん、やっぱそれはね通用すんのは、うん、超級まで中級ぐらい中級か中級上級ぐらいか。あれ昨日超級だったんだ。上級でやられた。そっかそっか、上級までだね、うん、上級までだった。そのキャラクター性能だけでいけるのはっていうのをすごい前回思い知ったので、今回はね、その16倍っていうのを考えながら狙っていかないといけないんですよ。せやな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 、うん、じゃあチャレンジしてみよう。リベンジいきたいと思います。ではゲーム画面の方どうぞ。さあということで、今回もねアンケートダンジョン10風の追跡者上級、見事に敗れたね。見事だね。昇級中級上級は正直あの結構簡単にやっちゃったんだよね。やってた。でちょっと調子に乗って上級ふふーって言いながら、うん、いけんじゃねーのってやったら速攻死んだよね。そうだね。結構硬かったのと、まあ、なんか私の、パーティー自体が、うん、あの火属性がそこまで多くない、芝しか入れてなくて、そうそうそう、他がねまだ成長してないっていうのもあるし。そうなんですよ。あの同じメンバーでしかどこも行かないから私、うん、そんでもってあのあなたねあの会場にいるお客さんがたまたま大凶小凶あそうそうそう昨日ね持ってたから、そう私フレンドにじゃあ大小が全然表示されなくて、うん、しょうがないからどうしよう、お客様の中で、うん、前回ね、うん、お客様の中で大凶小凶お客様いらっしゃいますかみたいなそうそうって言ったら会場にいた人がフレンドになってくれてその場で大小を使ったっていうね。そうそうそう。それで負けたっていう最悪なオチですよじゃあどうしよう、これでいく一旦。いいよ、いけそうな気がする。いやなんだかいけそうな気がするそう、いけるかな。いける気がする。石数、一回石数で行ってみる。ちょっと会場のお客さんにも相談してみたら、石数がいいと思う方。お、一人。アバロンがいいと思う方。はい、一人。あ、二人。二人。手を挙げない人が多数じゃあアバロンでとりあえずやってみよう。わかった。とりあえずこれでいってみましょう。じゃあわかった。神タイプの HP と攻撃力が2倍だから、うん、まあそれなりにダメージもいくんじゃないかなっていうね。そうだね。あれゴー様来た。あ、ゴーさん来たじゃん。ゴン。さあということでなんとここでゴー様の登場だ。今ドローンってやったの分かった？分かった。これどういう風に加工してくれるか楽しみだね。多分絶対加工してくれないよ。はい、ドローンって文字だけしか入んない、ね、すごい、はい、人が7億ぐらい集まってますよこれ。うわすごい。嘘でしょ？本当にそんないねえよってクラゲが言ってるけど、ね、ありがとうございます。はい、けどもね、さあ急に来たけど何やってんの？ゴー様のね、はい、昨日、はい、風の追跡者の初級、はい、中級、上級をかなりあさりクリアしたんですよ、はいはいはい、私ほう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 16倍を駆使して。おで、超級に行ったら、うん、速攻死んだんですよ。いや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 、いけるいけるいける。いけますか？いけるいける。なのであの、はい、フレンドがね、あの大将がいなくてアバロンにしてみたんですけど。誰それ？ラー。5色いける？5色なんていけないって。無理無理。じゃあやめよう。そう、ラーやめよう。ラーやめ。そしたらもうこれコインだもん。ダメか、いらないでしょ。じゃあもう本当に石室とかでいいと思うよ。じゃあ、あ、で、ここが、貴族性、はい、
のモンスターだけしか出てこないですよ、はい、あのね、属性なんて関係ない、ありがとうございます、はい、強さのみ、強さのみ、イシスかアバロンかどっちにしようと思ったんですよ、はい、イシスだと、3倍最高3倍、4倍だ、最高4倍、最高4倍だから会場に聞いたら、はい、イシス1人、はい、アバロン2人で2対1でいやいやいやじゃあ、あのお嬢さんは、お嬢さん何してるの、お嬢さん、お嬢さんアバロンの方にしました。アバロン、じゃあもう一回聞きたいと思います、はい、じゃあまあ、今の郷様のもう踏まえて、はい、じゃあイシスにしたらいいんじゃないと思う人、イシスがいいと思う人、はい、あ、ちょっと特に変わらず、はい、アバロンにしとけよって人、2人、アバロンですか、いいです、大丈夫ですか、いやいや、わかんない、アバロンにしましょう、じゃあアバロンに、はい、とりあえずアバロンで挑戦してみましょう、アバロンにして、はいはい、こちら、はい、ということで、貴族性と神タイプの HP 対象で行きたかった、2倍だね、お客様の中で大凶小凶、昨日これで大将の友達ができたんですよ、本当にすごいですね、そんな大将今持ってる人いますか、今フレンドの人がいて、はい、あ、もう完全なる余裕リストだね大将に変えてくれてたみたい、おいいですね、私ファンのことゲボクって呼んでるんですけど、おすごい、ゲボちゃん、ゲボちゃんって、ゃん、だってみんなイエスマンなんだもん、おみんなすごいですねゲボちゃん、なんかやっぱりそういうことを聞くとやっぱ余裕がもうなんかとてつもねエロいような人に、ね、なんで、あ、いたいた、えらいぞ、よくできた子だ、ほらいいぞ、しかもランク点、ね、338とか意外と高いんだよ、すごい、まあ、そっちよりもプラス何本振ってあるか、プラス振ってない、プラス振ってない、いい、まあいい、それでいきましょう、うん、これで、はい、完璧、あー、よかった、今日も会場の人に救われました、ありがとうございま す、 あ、 います、あれ、これ光弱いんだね、でも、意外と強いんですよ、本当に、うん、行きましょう、じゃあ挑戦する、挑戦する、こっち、さあ、昨日はじゃあ普通に超級はちゃちゃっと、超級、上級、上級、上級は正直、はい、ワンパンツーパンの域でした、はいはいはい、はい、このね、左側が強すぎて、はい、めっちゃ痛いの、めっちゃ痛い、じゃあ先やっちゃいましょうか、これって左を先に倒して、はい、ちっちゃい子はそんなに痛くないかもしれないから、あのね、左が抜けれるんだったら、うん、右もやっつけちゃうと思うから左で合わせていきましょう、で、スキルダメをしてった方がいいかな、スキルダメなんていらない、いらない、ほんと、はい、大丈夫、木は入れてくださいね、木は入れろ、あ、いいか、足、足は、足、足、足、はい、ね、はい、あとは落ち着いて、あ、もう OK、 お、5色じゃないこれ、16倍、まあでも5色でも16倍、ただし5色使えたら確かだと思いますけど、通っちゃった、通っちゃった、そう、もうね、え、2匹も出てきたよ、あいつ、大丈夫、いけます、いけますか、はい、火が全然出てこないし、なんか回復多すぎ、回復を含めた、うん、4コンボ、4コンボで、これで回復の E で、こんなんでどうでしょう、さあ16、ね、やっぱね、安心の対処クオリティ、あ、ただね、やっぱね、全然ダメだった、火がね、火力が足んなかった、うん、大丈夫だ、あと、もうこれも火もあるから、はい、全部いきましょう、はい、ね、緑が遠い、11だからね、11? 死んじゃうじゃん、これ、ワンパンで殺される、これは3000で、あ、いや、ギリ、まだ助かるよ、大丈夫、まだ助かる、まだ助かるまだまだ助かる、まだ助かる、まだガンスかる、それ、え、ドドドドド、ここ、まだガンスかる簡易、ちっちゃい子で、ちっちゃいのもある、素晴らしい、ポケットにいつも入ってる、ね、さあ行きましょう、よくわかんないけど行っちゃおうっと、あ、火が、火が、火が、落ち込んでこい、来ない、おぉ、でも、でも回復はいったからオッケー、大丈夫だこれ、いけるいける、闇、回復、水、水、火、もう一個入れちゃう、こっちも入れちゃう、はい、オッケー、全体攻撃、これでどうですか、 お客さん、完璧、
璧ですよ、もうしゃこらー、ロキュン完璧、ほらしゃこらー。でもみんなまだそこやってんのって思ってた。え、ま、そんなことない、ヨキュンすごい、ヨキュンかわいい、ヨキュン天才、で僕にしてって思ってる。その結果いるわけですからね。そうそう、その結果ね、下僕たちが、かわいい下僕たちが、さあよくわかんないけど、こうでどうですか。はい、OK、 行きです、これ OK、 これも完璧、おお、もう止まんねえ、ほら完璧だ、さあ一匹残ったけど、あ、これがスキルダメじゃないですか、もしかして14ターン、もうお客さんもね、14ターンも待ってられないと思うんでね。はい、天狗市にいたっては27ですからね。潰しましょう、潰しますか、潰しましょう、もう、はい、そんな潰してやります、ね、これも16倍でやらないとダメ、16倍でやる、16倍じゃなくてもいけると思います、あ、いけ、16倍にしましょう、16倍じゃなきゃダメなの、全部わかりました、セルパズル、あれ、ちょっと待って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 、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫、回復が入ってますね。はい、おお、ちょっとドキドキした。さあ、オッケー、あ、なんだこの可愛い子は、こいつの方がやばい、こいつの、これだから、うん、よかったら4色で火の全体を入れたやつをやると嬉しい、多分ね、よかったらって、よかったらですよね、別に良くない場合はしょうがないですよね、良くない場合はしょうがないけど、あのやっぱちょっと決めるべきところはちょっとね、うそー、これはでもか、いけるです、いける、いけるですね、いけるですか、いけるですよ、うそでしょ、じゃあこれ持っていきます、はいはい、赤をぐるぐる5個いきます、これで、これで紫も入れちゃおう、こう、お、いいですね、もう完璧です、これは結構いってる、結構いってる、ただね、いいよ、いい、ただ記念点は大丈夫、いけます、ほら、いけます、イエーイ、さあ、ボス、もうやっつけちゃいましょう、チェイサー、これ1ターンで来るって、あ、ロキュンはあるんですよね、威嚇がないんですもんね、ない、ノン威嚇、うん、威嚇、もう、じゃあもう殴り合いです、いきましょう、殴り合いで、殴り合いです、これは、でも、赤、紫、緑、黄色、4色、お客もいるし負け、はい、負けれないよってクラゲから、お客もいるし負けれないんですよ、いやもう負けたらどうしよう、ここで負けたら本当にいろんなブースがある中選んでますから、うん、ワビーシー配布してます、ワビーシーですよ、100円ずつ配れてこと、これで、はい、これで石買ってくださいって、見てない人も寄ってくるから、マジかよ、100円もらえんのこのブースみたいな、よからぬ噂が立ちますよ他のブースから、ダメですよ、あのブース100円で集金、あの、ね、集客してるよ、ですよ、じゃあ、いきます、はい、いきますよ、ほら、いきますよ、はい、よーい、どん、はい、この光作って、緑作って、青も作れた、作れた、あ、あ、ダメ、オッケー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 、いい、いい、どこまで減るかな、赤が入ってねえ、まあね、まあいいの、いいの、おお、こんなにいくんだ、うん、あ、これ、ワンパン全然大丈夫じゃん、いけます、いけます、勝てるんじゃないですか、勝てます、勝てます、負けてる人ここの中で一人もいないから、うん、私、ね、昨日負けました、しかもこれに到達する前に全然序盤で負けました、いやもう本当にいいですか、あの本当に東京ゲームショー、本当に一大イベント、うん、その時間をここのブースに費やしている、うん、その責任感忘れないでください、行きましょう、うん、でもね、はい、みんな多分ただのド M だと思うの相変わらずの下僕とド M、 下僕とド M じゃない人はいます、集客しようとしますからね、あ、新たなド M と下僕にしてやろうと思います、危ねえやつだ、さあはい、みんな遠いんだよ、遠いですね、遠いよ、そうですね、もうぐるぐる回していくしかない、ぐるぐる回していきましょう、わかった、で、これの、これの、こい、お前、はいはいはい、はい、お前、っ、OK、最高の出来じゃないですか、でもいいじゃん、今見せるパズルですよね、嘘だ、よかった、ほら、いったんじゃないか、あ、すごい、やった、じゃあ、地獄級行こう、え、いや、ない、ない、ないの、え、勝った勝った勝った、やっぱり
持つべきものは代償だよ。代償勝負ね。あ、違う、昨日代償で負けたんだった。なんで負けたの昨日勝負。え、何も考えないでパズルしてるから。違う、パズドラはやっぱりね、センスだから。センス。そう、だから昨日すごく反省したんです、はい、最近ずっと負けなしでずっとやってたんですよ。はいはいはい。けどだからパズルも、うん、あのゴー様みたくちゃんとここをこうしたら落ち込んでこうなるって考えてないんですよ、うんうん、もうここら辺でいいかってとこから始めて、はい、その場で見て、あ、ここと色揃いそうだなって思ってやってるからダメだったんですよ、はいはいはい、だから反省した。ドラっていうのは、うん、1回負けて、うん、これじゃダメだ、次はどうやっていこう、うん、考えてやっていく、うん、人生と一緒。パズドライコール人生。いいお言葉を。はい、拍手。おー、すごい、7億の民たちがね、7億の下僕たちが、はい、ということで、今回は、はい、ね、パズドラ成功ということで、うん、また次回、どんどん強い男女に行ってみたいと思いますね、はい、はい、また次回お会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ。急に出てきて何しゃしゃってんだろうかなっていうからね。いやいや、ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション。過去の動画もチェックチェック。それ。